家族が日本で生活ができているということ、本当に私にとっては、幸せなことだと今もう一度つくづくと感じています。おかけください。外していただきたいと思います。では曽田さん、よろしくお願いいたします。はい、20年、本当に長い長い時間が過ぎてしまいました。北にいるときにはもしかしたらもう日本には帰れないのかなという思いが、大きかったことを、今思い出しています。しかし私が諦めずに絶対に日本に帰りたい、絶対家族に会いたい、みんなに会いたいという気持ちが届いたのか、20年前に無事に日本に帰国を果たすことができました。本当にその時は、夢のようでした。20年間と悲しいことや寂しいこと、楽しいこと、嬉しいこと、もう話をすればキリがないくらいたくさんありました。でもこうして、家族が日本で生活ができているということ、本当に私にとっては、幸せなことだと今もう一度つくづくと感じています。しかし私にとって一番大切な母が日本にいないこと、そして44年もの間一度も会えていないということ、それが本当につらいです。